王子崎一万発の本音で話せやはい、本日のゲストはそんな偉大なるね、ピアモット編集長の、何第一の、はい、使徒、原口さん、はい、あたるちゃん、つづくちゃん、それは八重樫さんです、それ八重樫さんです、引き弱だけど、あたるでおなじみの、はい、よろしくお願いします。ほら、美人顔でしょ、皆さん、改めて、はい、古い、そう、え、言っとって、ほんとガチで、はい、え、水商売やったことある？ないです。いや、興味ある？興味もそんなにない。お酒は飲める？お酒は飲めます。お前さ、ホステスやれよ。 100% 人気が出る。え？マジで本当ですか？いや、それは変な意味じゃなくて、はい、まあ、この酒もう消毒しなくなるから、来年には、はい、いや、だいぶちょっと不思議系って言われてる。うん、ちょっと変わってるねとか言われて、うん、どういうキャラで私は行こうというふうに自分自身思って、キャラはちょっとよく分かってなくて、雑誌とかで編集の方がつけてくださる、うん、キャッチみたいなやつを参考にさせていただいた状態での今のキャラは、おっとり癒し系です。おっとり癒し系、はい、え、私的にはどうなの？私的には、うん、何ですかね、どういった感じで、どういった感じで自分をどうプロデュースしていきたいのかね。はい、その、うん、なんか自分の性格ってあるじゃん、うん、こう自分ご自身の性格どう思いますかみたいな面接とかでよくあるじゃん、どうなの？そうです、でもまあマイペースなんで大体合ってるかなと思うんですけど、うん、じゃあ自分的にはこう素でやれてんの、それともだいぶキャラクターを無理に作って、はい、いや、割と素で、うん、はい、あれなんじゃないですか、そもそもまだその年齢も言えるかどうかわからないんで。26歳です。交渉値、交渉値、いや、だから本当か嘘かみたいな、その、うん、あるじゃん、うん、あ、本当、サバ読んでないよってこと。あ、読んでないです。で、何年だっけ仕事を始めて？3年目になったばっかりです。23の時に織り術に入ったってこと？はい。あ、そうなんです。本当にガイド系の人ってことしか知らなくて、はい、僕はね、うん、だからそのどういう経緯で続くですみたいな、え、だから、その当たるですみたいな言い方やめてくれる、ずっと間違えてますよね、続くですみたいな、はい、そうそう、最初はあとずっと読者だったんで、うん、履歴書を送りました。うん、その履歴書送ったって23の時にってことだよね。だそこまで何かやってきたってことだね、はい、大学行って？大学は行ってなくて、専門学校行って、うん、高校卒業して専門学校、うん、はい、何の？なの？エステで、はい、うん、じゃあエステティシャンになろうとしてたってこと？あ、そうです、で、うん、なってエステティシャンっていうのは免許がいらないの？免許、国家資格とかないんですけど、うん、その会社内で必要な資格とかを、うん、あ、なるほど、なるほど、学校で取って、うん、じゃあエステティシャンになってたんだ、はい、なってました。で、2年ぐらい働いてて。あ、そうなんだ、うん、はい、え、なんで辞めちゃったの？まあ、なんか向上心がエステティシャンとしてなくて違う違う、それはなんかわかんない、人間として向上心がないのか、エステティシャンとしての向上心がないのかが、なりたくて一応なってるわけだからね。なりたかったというか、まあ、最初は専門学校に通いたかったんですけど、それはエステを受けたかったんですよ、授業で受けられるんで、すごい、自分がエステ受けれるから、はい、エステの専門学校に。あ、そうです。 でエステティシャンになっちゃったら、はい、受けれねえじゃん、この野郎ってこと。それはまあ、そう、はい、そうなんですけど、エステティシャンですって言ったら合コンとかで受けいいかなみたいな、なんかそういう感じ、軽い感じで。合コンで受ける理由で専門学校行ったの軽い感じで決めちゃって、はい、え、実際モテた？まあ、でも、おーみたいはなりますけどやってる合コンの男性の質が低いと思う。エステティシャンですよ。おーおーなるほど。そこでお約束の、はい、そけぶマッサージしてよみたいな。そう、絶対だって揉んでよみたいになるよね。よくあります、よくあります、はい、でも、そういう時はどうやって今交わしてきたの？でもそういうのじゃないからみたいな感じで。なるほど。エステティシャンとしての向上心が ないです、はい、でも働いてたでしょ？働いてはいたんですけど、うん、まあ、そこでこう役職に就くための研修みたいなのに、うん、あなたは出なさいみたいな感じで、うん、向上心のない人を向上心のあるようにしてくれてるわけで、はい、って言われるんですけど、でもそれが嫌で、めんどくさいみたいな、はい、やばい、店長になんだけど、ずっと平でいいみたいなこと、それ、はい、
それ釣りバカの浜ちゃんみたいなことそれ、ね、女の人ってその役職上がるともう責任が増えるししんどいからやりたくないって人少なからずいるらしいよ。そうです、じゃあその感覚で、はい、じゃあ嫌だな、はい、したらだって他のエステティシャン行くとかさ、エステのとこ行くとか、うん、エステっていう転職もあったわけよ。そうそう、はい、うん、でももう結構満足しちゃって飽きちゃった、うんうん、もういいかコ、コンパでももうねもう、はい、もう、もう聞き飽きたよと、はい、もう大丈夫か、飽きちゃって、はい、飽きちゃっていきなりその何ガイド系ってなどういうあれが心境の変化、そう、やめてからエステやめてから何かやろうかなで入ってきたのか、うん、もうやだしエステもやめたいけど自分でやりたいことやりたい、よし、うん、じゃあもうパチスロやろうみたいなパチンコやろうみたいな流れなのか、はい、それちょっと分かんない。エステ通ってる間もずっと雑誌とかは読んでて、うん、じゃあパチンコやりってたんだ。はい、えエステの前からもパチンコとかそれってやってたの、はい、10代の頃から。なるほどね、はい、打ってたね、あ男に連れて帰ってたよね、うん、まあ、お母さんです。ああ、お母ちゃん、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあまあ、うん、親も反対しないよね、親も好きで見てんだったら。あ、そうです、そうです、ね、うん、はい、すごい応援してくれてて、おで、やってみたらみたいな。あ、親からもやってみたらで、じゃあ履歴書送ります。でもよくあるじゃないですか、なかなかね連絡ないとか、うん、普通にある。そうそうそう、2日後くらいには不在着信入ってて。ピアモトピオモトさんじゃないんですけど、うん、私が送った雑誌の編集長さんが電話くださってて、でそのまま2週間後ぐらいには面接受けに、はい、東京まで来て。あ、そう、東京じゃなかったの。あ、そうです、その時はずっと名古屋に住んでて。実家名古屋なの。実家名古屋で、で名古屋でエステティシャンやってんだ。なんか、はい、ぴったりだね名古屋出身でやることないからエステティシャンやって、はい、コンパ行ってエステティシャンですうーって言われてる環境はぴったりだね今。名古屋の人が怒りますよ。うん、はい、うん、でじゃあそれでじゃあ2週間後にはもう東京に面接来ましたと、はい、でだって元名古屋にいたんだからどうすんのみたいな話でしょ。はい、あ、でもやるんだったらこっち引っ越してきてほしいなって言われたんで、うんうん、こっち上京してきて それですぐ、はい、すごい。あ、じゃあそこで面接でじゃあ引っ越してやる気だったら採用だみたいな感じになったんだ、はい、へえ。親にもだって相談するわけでしょ、はい、こういうことで東京行くんだけどいいみたいな、頑張ってこい、はい、行ってらっしゃいみたいな、寂しいみたいな感じだったんです。あ、分かったね、今ので一発上がりましたね、大崎さん。親からですわ。そうですねあ、原口家の問題でしたわこれ。そうですね、あ、なるほどなるほど、面白くなってきました。寂しいみたいな、お母さんが、寂しいって言うわけだ。お母さんもだいぶちょっとネジ飛んじゃってる感じもある。いや、どうなんですかね。でも母はずっと専業主婦で、うんうん、毎日パチンコ打って、うん、で車では DVD 流して、自己 DVD 流して。なるほど、なるほど。まあいいお母さんだね。大好きだったんで、まあ、喜んではいました。なるほどね。じゃあ、お父さん、ね。血の涙流しながら働いてるわけじゃないですかだってね、お母さん専業主婦でパチンコ行ってめっちゃ勝ってんだったら話別ですけど、で雑誌買って DVD 見てパチンコ行って専業主婦やってるお母さんがいるとしたら、親父はもう血の涙で働かないとなるほどね。まあグッドです、はい、そういうご家族のおかげで、はい、若い女性がこの世界に入ってきてくれるわけだからさ、はいはいはい、あ、じゃあそれで決心して私も、はい、うん、演者になるぞ、うん、で入ってきて引っ越して始まりました、はい、でもそんなすぐ仕事あって生活できるわけじゃないじゃん。家賃とかもあるしどうすんのって流れになるわけ、はい、でも割とすぐずっとお仕事したいですみたいな感じだったんですけど、引っ越し決まっ終わってからねって言われてて、うん、でも引っ越し終わったら割とすぐお仕事いただきました。そりゃゴッティとかグレますよねえ、男性ライターでコツコツ頑張ってデータを送ってたやつがまたエステティシャンですって言ってきたら、もうお仕事決まって仕事できちゃうんですもん。そりゃみんなグレますよね、まあ、ね、スロミック延期から2ヶ月仕事ないって言ってましたよ。おっしゃるとおり、ね、そりゃふざけんなって、まあ思うわ、ね、で、まあじゃあそれでじゃあ仕事あってまあなんとかなる、はい、うん、そうです。で今もじゃあそれ別にそのままずっと3年間いや、でもいろいろアルバイト紹介していただいたりとか なってないじゃん、今の。で、一番もう、マジごめんね。ごめんなさい、ちょっともう、ちょっと、はるみさん、お母さん呼んでもらっていい、ちょっと。ちょっとお母さん呼んでくんないでも、日本語はちょっとずじい。とか、なってないじゃん。アルバイト紹介してもらって誰に
一番最初はそのピヨモトさんが、うん、あの上京したばっかりで、うん、ライターだけで食べていくのはきっと大変だから、うん、一応バイト紹介しとくねみたいな、うん、速攻ライターとしてやれてないじゃん何なのさっきの話最初からやれてねえじゃねえかやれてやれてはなかったんですけど、うん、はい、まあでも貯金とかもその時は、うん、でそれでだから貯金切り崩しつつ、はい、あのバイトしつつライターの仕事はどういうのをいただいてたの？一番最初は、うん、漫画実践を、あ、なるほど、新人ライターの原口続くですみたいな、はい、今日はこれを言ってみたいと思いますみたいな、はいはい、って書いていただいて、うん、でその次の日から1週間空いてるって言われて、うん、毎日1週間同じホールで10時間ぐらい新北斗無双を打ち続けるすごっ、うん、企画をやって、そこで25万1週間で負けてしまって全然できてないしかわいそう、それ違う違う、それ振ってるやつが良くないですよね、仕事を。いや、バイクさんとか、ね、トラマツさんとかミニッツさんとかじゃガチプロ系のやつで1週間やって、その中でいい台押さえて結果出すのは分かりますよ。多分、エンジョイでまたエステチアンで出てきて無双打たして25万負けさせられるってちょ、どういう企画だったの？新北斗無双1週間生活みたいなタイトルで、それは生活できる人がやんなきゃダメじゃん通常新人女子ライターに、はい、いや過酷な実践に突入だみたいな、そういう企画。そうですそうです。で、はい、まだ家具も揃ってないみたいな家の様子とかも撮っていただいて、ほうほう、で家具も揃ってない写真撮って25万負けたらあった家具もなくなっちゃうじゃんそしたらえ、でも私的には、はい、え、美味しい、めっちゃ買っちゃうかもしれないしギャラもらえるみたいに、まあ、やっぱ思った、はい、すごい1週間も仕事あるって思って、うん、その時すごい嬉しかったんですけど、仕事って金すげー減ってんじゃんよ、はい、でも結果もすっごい申し訳ない気持ちにもなったし、うん、落ち込んだんですけど、でもどっちでもない結果よりは爆勝ちか爆負けの方が良かったから、まあね、うん、で励ましていただいて、あ、そっかで、まあ、結果オーライ結果オーライですね、いい思い出になりました。じゃあそれをやって自分で原稿書いたわけ？はい、原稿書きました。あ、うん、今までそんなことやったことない人だって原稿書くみたいなことない、読んではいたけどみたいな、はい、うん、なんで最初一マス開けるとかも全部知らなくて、それは作文で習うね、小学校で小学校で習うよ。1年生が僕のお父さんっていう作文の時にはもうみんな最初の一つ開けてるのよ、みんな確かに。いやでも、うん、あの本とかでは違うから、あれは作文だけみたいな。本も触ってる。本も大体下がってますよ、ね、でまあそれでやって、でもじゃあライターでは食えてなかったじゃん、ライター1本では。だってライターっていうか仕事して金減るみたいな、うん、すごいスタートだもんね。でじゃあバイトしながらそれをやって、はい、今はある程度生活できるようになってる、うん、今も一応アルバイトはしてるんですけど。何やってんの今？ポーカーのディーラーを最近。え、嘘、すごいじゃんお前あ、そうなの？はい、そうなんです。また意表つくジャンルだなあ、すごっ。え、はい、へえ。ルール知ってる？ルール知ってるそれはバカげしすぎです。ライター一本でやりたいの実際？だってその、ね、せっかくそれでやってるじゃん、うん、やりたいです、やりたいです。じゃあもうライターが忙しくなったら別にそのバイトはやめてもいいしみたいな、はい、まあ、ディーラーとかは、まあ、友達同士でやりたいってなった時に私できるよって言えたら。あ、エステティシャンと一緒なんだ考えあ、そうなんだ。ぶっちゃけそのそれだけで食えるぐらいの月あたりの お仕事でもらってんの？スロ術から。いや、オリ術でもいいけど。そんなに。あ、でもバイトもしてんだっけ、あのオリガイドで。あ、そうですね、編集部でお手伝いのバイトしたりとかもたまにしてますね。アンケート集計とか動画チェックとか。あ、じゃあこれいくらであのまとめてみたいな。はい、もう時給制で、もう社員さんと。どっちの時給が高いの？ディーラーとガイド。ディーラーです。あと今めちゃくちゃ怖い発言出ちゃったんで、これでもいじるとなんかもうさらに申し訳ないけどいじりますよ。原口さんが動画チェックしてんの？あ、でも本当たまにあの映像が音ちゃんと聞こえるかとかそういう。あ、そういうチェック。よかった。よかった、うん、ちょっとここはの確率間違ってんじゃないかな、うん、ちょっとここのコメント弱くない、弱いから切った方がいいと思いますみたいな
そういうんじゃないのね、そういうんじゃないの、そんなしっかり影響するやつじゃない、びっくりした。実はすごい影番だな、テロップ間違ってますよとか、誤字ありますよとか、そういうのね。で、じゃあ今はじゃあそのディーラーのとお手伝いと、はい、ライター業でなんとかやってると、はい、でも どうするの、その雑誌なくなるかもみたいな状況の中、確かにそう、ライターとしてどうするみたいな、なんか考えてんの、何かしなきゃ。ライターも向上心ないとかそういうことはないわけです。ライターとしては向上心あります。どういう人、どういうのを目指してるの、どういう原口塾を目指してるの。いや、やっぱりどこからも引っ張りだこな人間になりたい。いや、それはアバウトですけど、みんな思うよ、どこからでも引っ張りだこの人気ライターになりたいってこと、はい、でもだからほら、ライターって難しいのはさ、例えばだけど、すげえ人気あるけどどこからでも呼ばれないパターンの人が多いじゃん、はい、例えばガリゾーさんだったら、うん、もうとにかくジャグラーのガチ系動画でとにかく数字を取る、うん、でもなんかめちゃくちゃバラエティみたいなのには呼ばれなかったりするわけで、うん、そのなんか自分がどこで生きていくのか的な、その例えばどういうような誰々さん的なこう仕事がいいかなみたいな、最初入ってきた時は、うん、織術の先輩の桜健さんになりたいみたいになりたい、全く食えてないじゃないですか。クイーンちゃんはクイーンちゃん雑誌で仕事ありますから、めちゃくちゃ、はい、雑誌のエースなんで、はい、じゃあクイーンちゃんみたいにいろんな企画に顔出して、はい、で面接の時に言いました、うんうん、なるほど、今はちょっと違う、いやいや、今も違わないんですけど、今はもう抜いた、いや全く全く抜い、うん、はい、足元にも及ばないんですけど、うんうんうん、はい、やっぱやっていくうちに目標が増えていった中の一つとしては、読者欄、読者ページ、お便りコーナー、うんうんのお返事係をしたい。いやもう早くそんな話ないんだから、なくなっちゃうよ。いやいや、お便りコーナーはあります。そう、お便りコーナーだけ残る雑誌ないんだから。で今誰が書いてるの、お便りコーナー今は。あ、でもいろんな雑誌あるんであれですけど、うん、銀田真衣さんとか、はいはい、あとは誰がいますか。だからガイドで言えば、あの秘書ガイドだったパツだったらマリモさんが読者投稿ページのああいうの全部やったりしてます。タマさんとかですかね、うん、あ、じゃあ回って自分の顔を出してコメントをする係みたいな、はい、ちょっとやってみたい。好感度高くないとできないから、うん、いいじゃん。多分なんだけど、そこが目標だったらもう無理だよ、だって、はい、あとやろうと思ったらやらせてくれると思う。私はこういうことだったら得意とか すごい好きですみたいな、こうパチンコパスロ系でなんかある、うん、好きなのは、うん、そうですね、なんか結構変な立ち回りをしたりとか。変な立ち回りをしたり、それは得意じゃなくて知らないだけで。じゃあ、何て言えばいいんだろう、その、売りっていうか、はい、売り変な立ち回りが、それが売りかなって思ってるんですよ。私変な立ち回りが売り、ごめんなさい、はい、どのように変なんですか、うん、そうですね、うん、占い師さんに決めていただいて。なるほど。で、どういうこと、どういうこと、占い師に決めてもらってパチンって、はい、売ってんの。あ、もうライターじゃないじゃん、それ。違うんですよ。結構衝撃なんですけど。ライターじゃねえ。だって、あれじゃないですか。パチンコパチンコの専門家としてライターというポジションで行って、今日この台打ちます。理由は、前代系がこうでとか、今ゲーム数こうハマってるんで、期待値あるんで打ちますとか、パチンコだったら、まあ、寝台で、これ、右が、こうなんで、こうで、左がこうで、みたいな、ちょっとおもろいんですよとか、あとは、この台の演出好きなんですよとか、このパチンコのことなら分かるんですよ。ちょっとこの台打ったことないんですけど、今日312番台がいいって聞いたんで、これも、これどういう、うん、すごいな、うん。毎回見ていただいてるわけじゃなくて、ああ、びっくりした。はい、サバイバル系の、勝ち残ったら次のシーズンもずっと出続けられるみたいな番組があって、うん、でその番組にどうしても残りたくて、うん、で私はまず、私は残れますか残れませんかっていうのを聞いて、うんうんうん、でギリ残れるって言われたんで、うん、あ、ギリ残れる、はい、で本当にギリ残れたんで、うん、あ、すごい言った通りだと思って、信じちゃって先生、はい、先生の言うことも、で次のシーズンも見に行って、うんね、で、まあ、どうやって残れるんですかねみたいな感じで聞いてたら、うん、もう私はパチンコのことは全然わからないけど、うん、一気にドカーンと出るよりは小さくコツコツ積み重ねた方が
まあ、来れるよって言われたんで、ミドル行くより天寺行こうみたいなとか、そういうざっくりとした選び方です。あ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ北斗無双打てみたいなことではないんだね、はい、そうですそうです。あ、でも先生のアドバイスを聞いて、はい、今のところうまくいってんの？でも次のシーズンでどうですかって言われた時に、ごめんけど落ちるって言われて落ちたんですよ、うん、なるほど。選ばれなかったですか、メンバーに？あの、その勝てなかったってことですよね。サダマで再開になってしまって脱落しちゃった。コツコツやってもダメだったんだ、はい、でも今3年目だからなんて言ってらんないですよね。どんどん新しい子入ってくるから。そう、あと本当に TikTok とかで自分のさ、こうショート動画みたいなのやったりしないの？ TikTok 登録してないですね。ああ、じゃあインスタでいろいろ発信したりとか。インスタ、ツイッターはあります、うん、うん。それでこうなんかすごい、あ、この子いつ見ても楽しそうに打っててって、ほらファンがついたりするわけで、そういう自分のすぐでやってんの？とりあえずツイッターはパチンコの写真とか上げたりしてる時もあるんですけど、うん、なんか結局女子ライターは自撮りとか、うん、露出した写真とか上げてれば、うん、とりあえずフォロワー増えるから自分を載せなって言われて。それは 誰に言われたの？それはそれは、ね、それは、ね、それは、それは誰も、それは誰元さんに言われたの？それは誰元さん、誰元さんに言われたの？それは誰元さんではないんですけど、はい、1個あのお風呂上がりの写真を毎日上げてればフォロワー増えますよっていうのを、大崎さんのオンラインサロンに入っていらっしゃるモレロさんに言われたんですけど。モレロ君にそれ言われたの？はい、露出を上げときゃまあいいって、そりゃ嘘やねえけど、え、で聞いてやってんの？その前に、いや、お風呂上がりはなと思って結局やってないんですけど。どういう写真を上げてんの？とりあえず顔とかわかりました、わかりました。大崎さん、わかりました。あのね、原口さん全部一緒なんですよ。とりあえず適当にやってるんですよとりあえず適当にエステティシャンになって、適当にポーカーのディーラーのバイトして、適当にライターやって、今とりあえずツイッターとかやってファン増やして、フォロワー増やした方がいいよって言われたから、とりあえず適当に自撮りの写真上げてるんですよ適当ではないですはい、というわけで今日ね、あの予想外に面白かったです、はい、ありがとうございます、うん、なので頑張れ、頑張ったら何か形になるかもしれない、はい、困ったら飲み屋紹介できるんですもんね。そうそう、最終手段そこだから、ね、そうありますから、ね、はい、はい、あの思い切ってやってもらいたいと思いますね、はいはい、はい、というわけで今日のゲストはガイドワークスから原口つづくさんでした。お疲れ様、頑張ってね、はい、ありがとうございました。アンケートまたよろしくお願いします。